ワールドカップでさ出てる選手とかも仲いいやついるってこと。堂安律とか匠とか、南野匠とかが1個下ですね。ガンマにアンダー23っていう J3 のチームがあって、そういうことをリスとかもそこでやってましたね。リスが高校生ぐらいの時はそこでやってましたね。ワールドカップとかってさ同年代の選手が出てるじゃん。見れるもん。見てて楽しいですね。友達とかが出てるっていうか同年代が出てて、僕そっちタイプですね。リオオリンピックアジアの予選ぐらいまでは出たりはしたんですよ。本戦とかも知ってる仲間たちだったんで、すげえ応援しながら見てましたね。自分が落ちたからどうこうとかっていうよりは応援しながら楽しく見てましたね。キキさん、あの見ない感じですか。若い時見れなかったね。悔しかったのかどうかわかんないけど、フォワードっぽいですね。そこはディフェンダー系とかは結構おっとり見てるイメージが